ねえマリサ、私怖い。よし、じゃあ今回は霊夢に、未だ解明されていない謎の写真について紹介してやろう。科学技術が進歩した現代になっても解明されてないことなんてあるの？あるぜ。科学技術だって万能ってわけじゃないからな。最初に紹介するのは太陽の奇跡だぜ。別名ファティマの奇跡とも呼ばれる。ファティマってもしかして、1916年、ポルトガルのファティマで3人の羊飼いの子供たちの前に聖母マリアが現れてメッセージを告げた。大きく分けて3つあったメッセージのうち、1つは1960年まで秘密とするよう聖母マリアは言ったという。しかし1960年になってもローマ教皇庁が公表せず、2000年に公表した内容も散々もったいぶってきた割にさほど重大なものではなかった。だから、教皇庁の発表は虚偽、あるいは公表したのは一部分に過ぎないのではないかという意見もあるぜ。来た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 。ファティマ第3の予言。お前のその興奮の仕方は不謹慎だからやめろ。そして、聖母マリアは人々が子供たちを信じられるように1917年10月13日に奇跡を起こすと告げた。これを知って多くの人が集まる中、発生したと報告されているのが太陽の奇跡だ。すごい人数集まったのね。どんなことが起こったの？太陽が、空中をダンスするように動いた、またはジグザグに動いた、地上に向かって突き進んだ、色とりどりのまばゆい光を放った。というような通常では考えられない動きを見せたそうだ。この現象は10分ほど続いたらしい。これだけ多数の人が見たなら、見間違いってことはなさそうね。じゃあ奇跡が現実に起こったってことじゃない。すごいわ。しかし、この場にはおよそ10万人いたとも言われるが、全員が同じ証言をしているわけではないんだぜ。太陽に変化はなかったと証言する人もいる。え、そうなの？奇跡の発生に懐疑的な意見は多いんだぜ。太陽を長時間見つめ続けた結果、残像が見えてそれが太陽の異常な動きに見えたんじゃないかとか、雲などの自然現象を誤認したんじゃないかという説だ。集まった人々の中には奇跡が起きてほしいと望む人もいただろうから、何かいつもと違うことを見たり聞いたりした時には奇跡だと思ってしまう可能性もあるな。あるいは、隣の人が太陽が太陽がーとか言ってるのを聞いて影響されちゃったりとかありそう。しかし、たとえ客観的、科学的に太陽に異常はなかったと説明できたとしても、その場にいた個人個人の体験を否定することはできない。普通とは違う太陽を見たというなら、やっぱりその人にはそう見えたんだろう。そしてその体験によって何を感じるか、どう考えるかは個人それぞれの自由だ。ただ、自分が体験したからといって他の誰かに何かを強いていいということにはならないけどな。いくらすごい体験したとしても、自分の考えを押し付けたり、他人を否定したり、それをネタに金儲けしちゃダメよね。まあローマ教皇庁自体が歴史的には金と欲にまみ。ストップストップ。そのローマ教皇庁は1930年、公式にファティマにおける聖母マリアの出現と奇跡を認めたぜ。いや金だの欲だの言った後に公認したとか言われても微妙な感じなんだけどどうしてくれるのよ。ちなみに聖母マリア出現の報告は数千に及ぶと言われているが、2021年現在、ローマ教皇庁が認定したものは二十数件しかない。そりゃあ簡単には公認できないわよね。また、各地区の司教が公認してもローマ教皇庁が公認するとは限らない。1973年に日本の秋田県で出現したとされる聖母については、教区司教が認め、ローマ教皇庁へ書簡が送られて受理はされたが、その後の動きはないようだぜ。それじゃ、ファティマの奇跡に続いて同じくキリスト教についての謎を紹介するぜ。いや金だの欲だの言った後にまたキリスト教関係って。紹介するのはトリノの聖外符だぜ。汚れてるみたいだけど布なのはなんとなくわかるわね。でも聖外って何？じゃあヒントとして、赤い枠で囲まれた部分を拡大するぜ。これってもしかして顔？そうだな。その上で最初の画像の下半分を見てみよう。あ、なんか人の体っぽいものがある。聖外とはイエスキリストの遺体のことで、聖外符とはイエスが貼り付けにされて死んだ後、遺体を包んだとされる布のことだぜ。キリスト教の聖物の一つだ。聖物？キリスト教において、イエスキリストや聖母マリアの遺品、イエスの受難に関わるもの、聖人の遺骸や遺品のことだ。某アニメに出てくるロンギヌスの槍も元ネタは聖物だぜ。本当にイエスの遺体を包んだ布だとしたら、2000年近く昔のものってことよね？聖外符は、
頭部、手首、足、脇腹部分に血痕が残っていて、それはイエスが貼り付けにされたという聖書の記述と一致している。一方で、聖書時代とは埋葬における布での包み方が違うとか、パレスチナ人の顔立ちではないとか、放射性炭素年代測定によって布は中世のものだと判明したとか、疑わしい点も多い。でも人体を包んでも、普通はこういう風に像が映り込むってことはないわよね。やっぱり超自然的な現象が起こったってことなのかしら？確かに、科学的に説明や再現ができないという理由で、この聖外符が本物だという主張もある。ただ、布に何かしらの観光剤をつけて人体の像を写し、それを加工するなどの方法で聖外符そっくりなものを再現することは可能とも言われているぜ。ぶっちゃけると個人的には最初から偽物っぽいなとは思ってたけど、そもそも、歴史的にもこの聖外符が偽物だという説はずっと存在していて、一時はカトリック教会からも偽物とみなされていたんだぜ。でも、さっきのファティマの聖母についてもそうだけど、偽物か本物かはさほど重要じゃない気もしてきたわ。そうだな。これが偽物でも本物でも、イエス・キリストを思うことができるならばそれでいいのかもしれない。ただ聖外符に限らず聖物の歴史は、信仰心だけでなく金や権力と非常に密接な関係にあったのも事実だ。聖物によって自らを権威づけして、権力を正当化しようとした人間は多かったんだぜ。ああ、そういうドロドロした欲が絡んでくると、偽物か本物かは重要かもね。気になる人はぜひ聖物について調べてみてくれ。せっかくなので、次もキリスト教に関係する写真だぜ。いやそんなに続けてとか、逆にマリサ何か恨みでもあるのかと思っちゃうじゃない？紹介するのは司会文書だ。これはキリスト教だけでなくユダヤ教にも関係しているぜ。司会文書は、1947年以降、司会の北西にあるクムラン洞窟で発見された多くの文書の総称だぜ。文書が作られた時期は紀元前250年頃から紀元70年の間と考えられている。その中には、ヘブライ語で書かれた聖書も含まれているぜ。そんな昔に書かれた聖書が見つかるなんてすごくない？そうだな。すごすぎてすごいなんてもんじゃないレベルだ。司会文書の研究によって、古代における旧約聖書の実情がわかるだろうし、イエス・キリストがいた当時のユダヤ教の実態も見えてくるだろう。研究が進めば、キリスト教誕生に関する新たな発見もあるかもしれない。司会文書って宗教的にも、歴史的にもすごいものなのね。そして、1952年には銅の巻物と呼ばれる銅板に文字を刻み込んだものが発見されたぜ。銅の文書なんて珍しいわね。しかもこの文書には金銀の隠し場所が記されているそうだ。ええー、それってどこかに金銀財宝が隠されてるってことよね。一気にロマン度爆上がりだわ。ちなみに、そんなロマンを踏みつぶす勢いで、司会文書の所有権をめぐって国同士が現在進行形で対立していたりする。うわぁ、予想はできてたけど生々しいわね。そして、司会文書の公開があまり進んでいないのはローマ教皇庁が、不都合な事実が公にならないように指示を出しているというような説もある。まあこれはいわゆる陰謀論であり、学術的には専門家の失笑を買うレベルのものみたいだぜ。娯楽の一つくらいに思っておいた方が良さそうね。司会文書はその内容だけではなく、いつ、誰が、どこで記し、どんな経緯で司会のほとりにやってきたのか、未だに解明しきれていない。発見から何十年と経ってもなお、謎多き存在なんだぜ。次は1987年に起きた事件を紹介するぜ。何これ？これは、1987年11月22日にアメリカのイリノイ州シカゴ一帯でテレビ放送が電波ジャックされた際の映像だ。マックスヘッドルーム事件と呼ばれている。マックスヘッドルームとは、イギリスのチャンネル4の音楽番組にバーチャル司会者として登場した CG キャラクターだぜ。ちょっと VTuber に通じるものもあるキャラクターだったのね。電波ジャックの犯人はマックスヘッドルームに扮し、意味不明な発言や行動を繰り返したり、奇怪な笑い声を発したりと非常に不気味だ。ぐるぐる回るストライプの背景も不安を煽るわね。これをリアルタイムで見た人からは問い合わせが相次いだが、結局犯人の身元もその目的も不明で、事件は未だに解決していないぜ。電波ジャックされたテレビ局にとってはとんでもない事件ではあるが、一般市民に深刻な被害が出ていないのは救いかもしれないな。いや今見てる私がトラウマになりそうなんだけど。さて次だが、
霊夢はボイニッチ趣向って聞いたことあるか？解読できない文字で書かれた謎の文書だっけ？そうだ。ボイニッチ趣向は多数の奇妙な絵が描かれていることも特徴で、古代のトルコ語だとか口語ラテン語だとか多くの仮説が出ているが、今も解読されておらず謎に包まれた文書だ。歴史ミステリーって感じでロマンがあるわ。そして、ボイニッチ趣向と同じように道の文字で書かれた文書は他にもある。19世紀にハンガリーの貴族バッチャーニ伯爵がハンガリー科学アカデミーに寄贈した蔵書の中にあったものだ。寄贈前に置かれていたレヒニッツ氏にちなみ、レヒニッツ写本と呼ばれている。この文書の文字、見たことがあるような気もするけどわからない不思議な文字だわ。でも、ハンガリーの貴族が所有してたってことは古いハンガリー語とかなんじゃないの？コンピュータを用いて文字列の解析を行った研究者によると、これはハンガリー語ではないそうだ。他には、ルーマニア語やヒンディー語、あるいはそれらにつながる古代語という説もあるが、どれも証明されていないぜ。じゃあこれもやっぱり謎の文書ってことなのね。しかし現在のハンガリーの研究者たちの多くは、レヒニッツ写本は偽物であると考えているらしいぜ。どうして？ハンガリー国立図書館の共同創設者の一人に、リテラーテネメシュシャームエルという人物がいる。古物コレクターだった彼は贋作作家として悪名高く、専門家さえ騙されてしまったこともあるらしい。レヒニッツ写本も、そのネメシュが冗談で作った古文書風の代物なのではないかと疑われているんだ。偽物で金儲けしようとしてたなら立ちが悪いけど、もしも悪意のない冗談で作られたものだとしたらネメシュを責めることはできないな。あるいは古物をよく理解しないまま珍重する人間や、それを大枚はたいて購入する人間を嘲笑う目的があったのかもしれない。その場合は、悪意はありつつも問題提起でもあったってことになるかもしれないわね。レヒニッツ写本が本物の古文書であるなら何の言語で何が書いてあるのか知りたいし、もしも偽物であるなら、どういう経緯で偽造されたのかが気になるな。さて2021年現在、競走馬を萌え擬人化したボーゲームが流行っていて、その影響で競馬というものに注目が集まっている。過去の名馬や伝説的なレースが改めて脚光を浴びたりもしてるわよね。競馬は日本だけでなく海外でも盛んだが、かつてアイルランドで競走馬が誘拐されるという事件が起きたことがあるんだぜ。競走馬を誘拐？厳密には現役を引退して繁殖のために飼育されていた種牡馬だけどな。馬の名はシャーガー。現役時代には G1 レースであるアイリッシュダービーと、キングジョージ6世クイーンエリザベスステークスで優勝し、イギリスとアイルランド両国のダービーを勝った史上7頭目の競走馬だ。すごい馬じゃない。それだけに犯人は誘拐すれば金になると考えたってことかしら。1983年の繁殖シーズン直前、覆面をつけた男6人が牧場に侵入し、係員を銃で脅してシャーガーを誘拐した。犯人から要求された身代金は200万ポンド。日本円にすると7億円を超える額だぜ。想像してたより高額。もともとシャーガーは現役時代からすでに種牡馬として高い価値が予測されていたから、有望な出資対象でもあった。そのあたりは深く突っ込むと競走馬ビジネスの闇が溢れ出てきそうね。シャーガーへの出資は総額で1000万アイルランドポンド、約43億円だったそうだ。7億円の身代金が妥当な額とか思っちゃった。いや、そんなことよりシャーガーは無事だったの？いや、シャーガーを保有していた法人は身代金の支払いを拒否したために犯人側からの連絡は途絶え、結局真相は明らかにならなかった。1984年1月、アイルランドの警察は、事件は武装組織 IRA によるもので、シャーガーは誘拐後間もなく殺害されたという見解を発表した。ちなみにシャーガーには保険がかけられていたから、事件によって出資者には総額700万ポンドの保険金が支払われたぜ。殺害されたっていう根拠は何？遺体が見つかったとか？いや、シャーガーの行方は全くわからず、遺体すら見つからなかった。8年後の1991年、イギリス新聞ザ・サンの一面にシャーガーは生きていた。7月のレースに出走予定という記事が掲載された。しかし、掲載されたのは4月1日。それってもしかして、そう、エイプリルフールのネタだ。以降、シャーガー発見はエイプリルフールの定番ネタになった。まあ、シャーガーに生きていてほしいっていう競馬ファンの思いを反映してるならいいけど、でも馬とはいえ騎士にをネタにするって、深く考えるとちょっと。1999年には誘拐事件を題材にした映画も作られたぜ。内容としてはフィクションも多く盛り込まれているけどな。
農場で働く青年が、迷い込んだ一頭の馬と出会い、彼らの間に絆が生まれていく中で青年はその馬が誘拐されたシャーガーであることに気づくが、逃げたシャーガーを追ってきた誘拐犯が、というストーリーのようだぜ。中の人は映画を見ていないので結末はわからない。それこそ、シャーガーの無事と幸せを願うファンの思いを形にしたような物語ね。そして、その映画が公開された1999年、シャーガーの名を冠した騎手招待競争のシャーガーカップが誕生したぜ。すごいシャーガーの名がずっと伝わっていくことになるわね。シャーガーカップには日本人騎手も毎年参加していたが、新型コロナウイルス流行の影響で2020年には開催されず、2021年には招待されるのはヨーロッパやイギリス連邦の選手に限定されてしまったようだな。世界情勢的には仕方ないことよね。でも2022年にはまた日本人騎手がシャーガーカップに出場できるといいわね。次はこの写真の事件を解説するぜ。白黒写真だけど、もしかしてこれって雪？どんな事件の写真なの？ピアトロフ峠事件の写真だぜ。はい、それじゃ次に解説するのは。ちょ、この写真の解説は？いや、ピアトロフ峠事件は超常現象界隈では有名だから、わざわざ説明する必要もないかと思ってな。いやいや、せめて概要くらいは教えてよ。ピアトロフ峠事件とは、1959年2月にソ連領のウラル山脈北部で雪山登山をしていた男女9人が亡くなった事件のことだ。雪山登山ってことは遭難して亡くなったんじゃないの？何か不可解な点があったの？一行が戻らず連絡もないことから捜索隊が山に入ったが、まず見つけたのは損傷したテントだった。この写真はそのテントのものだ。潰れちゃってるし中に誰かがいる感じではないわね。9人はどこへ行ったのかしら？やがて捜索隊は森の外れの大きなヒマラヤ杉の下で、下着姿で靴を履いていない遺体ともう一人の遺体、そして焚き火の跡を発見した。焚き火はともかく、下着姿ってどういうこと？雪山だったんでしょ？これは矛盾脱衣を起こしたと見られている。矛盾脱衣？矛盾脱衣とは、凍死者が裸の状態で発見されることや、寒い環境の中で服を脱いでしまう異常行動のことだ。どうしてそんなことが起こるの？寒さなどで体温が一定以下に下がると、体は体温低下を阻止しようとして熱を生じさせると言われている。さらに皮膚血管が収縮して体から熱が逃げにくくなり、熱く感じることがあるらしい。その結果服を脱いでしまうと言われていて、実際服を脱いだ状態で発見される凍死者は多いんだ。寒い中で服を脱いだらそれこそ命の危険なのに、そんな現象が起こっちゃうなんて。ヒマラヤ杉とテントの間ではさらに3人の遺体がそれぞれ離れて見つかった。残りの4人は2ヶ月後にヒマラヤ杉から森に分け入った先の渓谷で発見された。この4人は他の遺体と違ってそれなりに服を着ていたようだ。全員が低体温症で亡くなったの？いや、一行のうち6人は低体温症で死亡したが、3人は致命的な怪我を負って死亡したと見られているぜ。さらに、テントが内側から切り裂かれていたこと、一部の衣服に高い線量の放射能汚染が認められたこと、発見された一行の肌の色が濃茶褐色になっていたこと、下や眼球が失われた遺体があったことなどから、何か異常事態が起こったのではないかという意見もある。確かに、放射能汚染とか、下がなくなってたとか異常だし、3人が怪我で亡くなったっていうのも何か怪しいわ。もしかして、何か超常現象が起こったのかしら。そういう仮説もあるし、近くに核実験場があったことから関係性を疑う説もある。事件当日夜空に奇妙なオレンジ色の光球を目撃したという証言もあることから、宇宙人や UFO の関与を唱える主張もあるほどだ。そしてソ連政府が事件後3年間にわたって、事件の発生した地域への立ち入りを禁じたことも様々な憶測を呼んだ。怪しいわ。しかし現在は、当日起こったであろう強風が生じさせた低周波音か、雪崩の音に驚いてパニックになった一行がテントを破いて逃げ出したのではないかと言われている。そして一部のメンバーは凍死し、残りのメンバーは助けを呼びに行こうとしたが途中の渓谷で滑落して亡くなった、という説が強いぜ。でも放射能汚染とか、下や眼球が失われるって異常じゃないの？近くに核実験場があれば衣服から放射能が検出されてもさほどおかしくないし、もしも核ミサイルによって被爆したならもっと外傷があったはずだ。肌が茶褐色になったのは普通の日焼けのレベルだったとも言われているからな。
舌や眼球が失われていたのは、死亡から時間が経って腐敗したか動物に食べられた可能性が高いと言われているぜ。なんか言われてみるとそんなに異常なことが起こったわけでもなさそうね。なんでちょっとがっかり気味なんだ。まあ、立ち入り禁止になったのは、単に軍事施設が近かったからという理由が考えられるし、あまり詳しい捜査をさせなかったのは、軍事情報に関わるからというだけだった可能性がある。ただ、そうしてソ連政府が何かを隠蔽しようとしたことが多くの憶測を招いてしまったんだろうな。ただやはり不明点も多いことから、陰謀論が根強く囁かれているのも事実だぜ。次に解説するのは、コスタリカの石球だぜ。この写真だけでもかなり大きいことがわかるわね。コスタリカでは1930年頃から、密林で写真のような球体の石が多数発見されるようになった。その数は200個以上に上るぜ。200個以上って多くない？2センチメートル程度の小さなものもあるから、全部が全部でっかいわけじゃない。しかし中には直径が2メートルを超える大きさのものもあるぜ。何のために作られたものなの？それは未だによくわかっていない。ただ、石球の配置には規則性があるため、星座など天体を模しているという説があるぜ。しかし過去には石球が勝手に持ち出されてしまったり、中に黄金が詰まっているという噂が流れて石球が破壊されたりしたことがあった。だから正確な配置はわからなくなってしまったんだ。そういえば現代でも、位置や方角に気を使う文化があるものね。そうだな。今の日本でも鬼門の方向に魔除けの意味を込めて、ヒイラギや南天を植える風習が残っているしな。この石球は時代的にはいつ頃作られたものなの？石球が発見された周囲の遺構を調査した結果、西暦300年から800年頃に作られたと見られているぜ。その頃コスタリカではディキス石器文明が栄えていたらしいから、その文化の一端ではないかと言われている。そんな時代にこれだけ綺麗にまん丸な球体を作るのってすごいわよね。しかも大きい石球もあるわけでしょ？そうだな。しかもコスタリカの石球は非常に新旧に近いから、そんな大昔にこんな大きな石球を作れるわけがないという説もあるし、オーパーツだとか宇宙人の技術で作られたとかいう説が出てきたこともある。まあ、電動工具がある現代でも、直径2メートル超えのまん丸な石球を作るのは大変かもしれないけど、実は日本の某テレビ番組での検証で、当時使われたと思われる方法で石球を作れるかどうか、日本の石材加工業者に依頼したことがある。すると、時間はかかるが新旧に限りなく近い石球を手作業で作ることは可能だと実証されたんだぜ。超古代文明だの宇宙人の技術だの、一時期は世界中で流行りみたいになってたけど、今は半ばネタになってきてるわよね。ちなみにボスニア・ヘルツェゴビナでも巨大な球体が地中から発見されたが、これは専門家によって自然の中でできたものと結論付けられているぜ。これはこれで自然の神秘として素敵な気がするわ。次に解説するのはキャロル・ディアリング号だぜ。この写真では普通の船にしか見えないけど何があったの？キャロル・ディアリング号は1919年に建造された商業帆船だった。しかし、1921年にアメリカのノースカロライナ州沖で、座礁しているところを沿岸警備隊に発見された。この写真はその時のものだぜ。この辺りは浅瀬が広がっていて、昔から海の難所として有名だそうだ。座礁したら船は動けなくなっちゃうわよね。乗組員は無事だったの？それが、船長を含めて全乗組員が姿を消していたんだ。航海日誌や航海のための道具、乗組員たちの身の回りのもの、ボート2隻もなくなっていたらしい。ただ船の厨房には料理が残っていたとかで、食事の準備中に何かが起こったと推測されたぜ。あれ？似たような話が他にもあった気がするんだけど。メアリー・セレスト号だな。1872年にポルトガル沖で無人のまま漂流しているのを発見された船だ。二つの事件は非常に似ていて、どちらも航海史に残る謎と言われている。原因としては、船内でいさかいが起きたとか海賊に襲撃されたとか言われているな。バミューダトライアングルの犠牲になったという説もある。はい来た、みんな大好きバミューダトライアングル。しかしメアリー・セレスト号はともかく、キャロル・ディアリング号は船内の人間関係がこじれた結果、船長が殺害されて乗組員たちは船を放棄して逃げたという説が有力視されている。船って航海中は外部と隔絶されてるから、人間関係が悪くなったら大変そう。キャロル・ディアリング号の船長はワーメルという人物だった。
実は前任の船長が体調不良で船に乗れなくなり、急遽代わりの船長としてワーメルが雇われたんだ。そして航海の途上で立ち寄った先々で船長や乗組員たちが不平を言っていたという証言があるから、何かしら人間関係で問題が生じていた可能性は高い。急に来た人が責任者になったら、統率を取るのが大変なのは想像がつくわ。ちなみに、メアリーセレスト号の船長だったベンジャミン・ブリッグズは真面目で公明正大な人物だったようで、他の乗組員も評判が良かったから、船内でいさかいが起きた可能性は非常に低いと言われている。加えて掛け時計が止まっていたり、羅針盤が破壊されていたり、血痕が見つかったりとメアリーセレスト号については不可解な点が非常に多いんだ。メアリーセレスト号に比べるとキャロル・ディアリング号はそれほど奇怪な雰囲気ではない印象ね。しかし、どちらの船も乗員が消え、船だけが残り、原因は不明なままであることから、超常現象好きにとってはお気に入りの事件となっているぜ。最後に紹介するのはモノスだぜ。これは猿っぽいけど、顔がなんだか異様というか。1920年、スイス人地質学者フランソワ・ドロワをはじめとする一行が、油田開発に先駆けた現地調査のためにベネズエラのジャングルへと入った。一行が調査を進めていたある日、二頭の奇妙な大型の猿と遭遇した。その猿は方向しながら威嚇し、手で物を掴んで投げつけてきたそうだ。そういえばゴリラも、うんこ投げてくるとか聞くわね。一行が出会った猿がうんこを投げてきたかは不明だが、危険を感じたドロワたちは銃で応戦した。銃弾は大きい方の一頭に命中し、もう一頭は森の奥へと逃げていった。猿の遺体を調べたところ性別はメスで、身長は150センチメートル前後だったという。なんか、もしかしたら2頭の猿は親子で、小さい方の猿はお母さんを亡くしてしまったんじゃないかって考えたらちょっと悲しくなってきちゃった。ドロワは死体を保存して後で詳しく調査したかったようだが、本来の調査活動の妨げになる恐れがあるため断念したらしい。結局猿は解体されて食料となったそうだ。食料にしたんだ。解体の前に遺体を座らせ、顎の部分に木の棒を立てて支えた状態を撮影したのがこの写真だぜ。この猿と同じ種と見られる動物が見つかっていないことから、この猿はモノスと呼ばれて時に未確認生物のように扱われるようになった。でも、普通にまだ人間に発見されていないだけの新種の動物である可能性もあるんじゃない？そうだな。しかし、この写真の猿の特徴やドロワたちの証言は、南米の森林地帯にごく普通に生息するクモザルとほぼ一致しているんだ。ただ、この写真の猿の身長が150センチメートルなら、クモザルとしては非常に大きい。しかし、写真を解析すると身長は70センチメートル程度しかないという説が出てきてもいる。たとえ身長が150センチメートルと大型であっても、クモザルが突然変異や何らかの後天的要因で大型化しただけ、という仮説も立てられるんだ。じゃあ、もしかして普通の猿を未知の動物としてでっち上げたってこと？悪意があったかどうかは定かじゃないが、そういう指摘もある。アメリカの動物学者、アイバン・サンダーソンはモノスについてクモザルの一種に過ぎないと発言しているぜ。動物学者がそう言ってるなら、クモザルである可能性は高そうね。ちなみにサンダーソンはオーパーツの名付け親としてその界隈では知られた超常現象研究家だぜ。未確認生物に対しても本来は肯定的な考えを持っているサンダーソンが、モノスについては否定的な意見を表明したのは珍しいらしい。未確認生物に詳しいからこそ、これは不思議でも奇怪でもないって、はっきりしておきたかったのかもしれないわね。未だに解明されていない謎が多いのは分かったけど、それなりに仮説もあるのね。いろんな技術が進歩しているからな、これから謎が解明される可能性も十分あると思うぜ。でも、謎は謎だからワクワクするというか、解明されるのはそれはそれで寂しいというか。まあ、一つの謎が解明されたことで新たな謎が生じるということも起こりうるし、意外に身近なところに未解明の謎があったりするんだぜ。そうなの？猫はゴロゴロ喉を鳴らすだろ？あれは胸腔あたりから音が出ていると推測されてはいるが、喉を鳴らす詳しい仕組みはわかっていないんだぜ。マジで？超身近な存在の猫にまだ謎があるなんて。ちなみにゴリラがうんこを投げる理由も正確なところはわかっていない。ゴリラもそれぞれ性格が違うだろうから、うんこを投げる理由も個体によって違うかもしれないぜ。あるゴリラはガチ切れして投げてるけど、別のゴリラは悪ふざけで投げてるかもしれないわよね。実は世の中にはまだまだ十分ワクワクできる謎がたくさんあると思うぜ。
え、ワクワクとか言いながらうんこの話で動画締めちゃうの？霊夢驚くなよ。な、何よマリサいきなり。今回は世界が震えた衝撃写真5000を紹介するぜ。まず紹介するのは、1917年に撮影された写真だぜ。女の子の周りにいるのってもしかして妖精？この少女の名前はフランシス・グリフィス。写真を撮ったのはフランシスのいとこのエルシー・ライトだ。エルシーの父親はアマチュア写真家で、自宅には現像のための暗室もあったらしい。この写真もエルシーが父親のカメラを借りて撮影したんだ。じゃあ二人の前に妖精が現れたってこと？エルシーの母親はそう信じたようで、写真を神知学協会の集会に持って行った。神知学協会って何？1875年にアメリカのニューヨークで結成された神秘思想団体だぜ。ざっくり言うとスピリチュアル系の団体ってとこだが、1920年代頃までは世界中で大いに流行ったんだ。だいぶうさんくさいけど、そういった社会背景もあって、写真は妖精が実在する証拠として世に広まることとなったぜ。特に、シャーロック・ホームズシリーズの著者として知られるコナン・ドイルが、写真の妖精は本物だと支持したことの影響は大きかった。そうなの？なんかホームズの話を書いた人ってイメージだと、妖精の写真なんかは真っ先に疑いそうな気がするのに。ドイルは若い頃から心霊主義に関心があったみたいなんだ。心霊主義って何？まあ大体文字から想像はできるけど、人間は肉体が消滅しても霊魂は存在し、生きた人間も死者の霊と交信できるとする思想だぜ。予想通り。欧米では19世紀後半頃から心霊主義が流行り出して、これが神知学協会が支持される背景にもなった。ドイルに限らず、当時のイギリスの権威ある政治家や科学者が心霊主義を認めていたぜ。そうなると、スピリチュアルに対する感覚が今とは結構違ったのかもしれないわね。妖精の写真に話を戻すぜ。ドイルの他にも妖精は本物だと信じる人は多かったが、真偽を疑う声ももちろんあった。エルシーの父親も信じてはいなかったようだ。写真の妖精のポーズが、1914年に出版された絵本の挿絵とそっくりだという指摘も出てきたぜ。あ、これは言い訳できないレベルだわ。後年、エルシーとフランシスは、絵を模写して切り抜き、帽子留めのピンで固定して撮影したと告白したぜ。ただ、5枚ある写真のうち1枚は本物だと最後まで主張していたそうだ。この出来事はエルシー一家が住んでいたイギリスの村の名称から、コティングリー妖精事件と呼ばれているぜ。ここまで大騒ぎになっちゃって二人はむしろ困惑してたかもしれないわね。そうだな。ドイルほどの人物が本物だと言い出したことで真実を打ち明けられる雰囲気ではなくなり、エルシーもフランシスも口を閉ざすしかなくなったそうだ。それは10代の女の子にはかなりの重圧だったでしょうね。ちなみにドイルがこの写真の妖精が本物と判断したのは、女の子に写真の偽造なんかできるはずがないと考えたからとも言われているぜ。それエルシーとフランシスをバカにしてる感じで微妙にイラッとする。次に解説するのはこの写真だぜ。この人の体、あちこち膨張してるように見えるけど、何か病気なの？彼の名前はジョゼフ・メリック。彼は体のあちこちが変形、膨張していて、原因はプロテウス症候群という疾患だったと考えられている。この写真は死の前年、1889年に撮影されたものだぜ。その頃だと、差別がひどかったんじゃない？そうだな。差別はもちろんだが、そもそも日常生活が大変だったようだぜ。彼の体は修正、膨張と変形を続けていたそうで、骨格まで変わり続けたために歩行も難しく、顔の組織の膨張で会話による意思疎通もなかなかできなかったらしい。意思疎通が難しいと社会で生活していくのは大変よね。彼はついていた仕事も辞めざるを得なくなり、救貧院に入ることになった。しかし環境は劣悪で、メリックは仕事を見つけて救貧院を出ようとしたがうまくいかなかったようだ。しかし1884年、メリックは22歳の時に見せ物興行に加わることで救貧院を出られることになったぜ。
旧品院を出られたのはいいとしても、偽物って、もしかして、そう。メリックはエレファントマンと呼ばれて偽物の対象になったんだ。今は、人間を偽物にするってネガティブなイメージの方が大きいけど、確かに今の感覚だと倫理に反するように感じるかもしれない。しかし、社会福祉が発達していなかった頃は、身体障害者が収入を得て生活するための数少ない方法の一つだったことは確かだ。メリックも見せ物にされたことは辛い経験だったようだが、工業士のことは悪く言わなかったそうだ。そうなのね。そのことにもいろいろ考えさせられるわ。しかし、公序良俗に反するとして次第に見せ物小屋は排斥されていき、メリックは再び仕事を失うことになる。その時の話もひどくて、メリックは最初に所属していた工業団体から他の工業士に売られたが、その工業士も見せ物がうまくいかなくなると、メリックの財産を奪い取ってベルギーでメリックを置き去りにしたんだ。はぁ、ひどすぎて怒りが追いつかないレベルだわ。メリックはわずかに残されていた持ち物を質に入れて旅費を作り、かつて自分を診察したことのある医師のフレデリック・トレベスを訪ねてロンドンにやってきた。その間も群衆に取り囲まれたり、帰船への乗船を拒否されたりと本当に辛かったらしい。ただその道中には心ある人もいたようで、旅のアドバイスをくれたりしたそうだ。よかった。そういう優しい人もいるのね。トレベス医師の奔走によってメリックは特例としてロンドン病院で生活するようになった。最初は周囲の人々に怯えて精神的に不安定だったそうだが、次第に落ち着き、意思疎通もできるようになった。意思疎通できるようになった？どういうこと？医師や看護師がメリックの口の変形ゆえの聞き取りにくい言葉に慣れて、何を言おうとしているかわかるようになったんだ。それまでコミュニケーションが難しかったことでメリックには知的障害があると思われていたみたいなんだが、実は、そんなことはなく、むしろ読書家で、小説だけでなく新聞や聖書もよく読んでいたそうだ。じゃあ、やっと穏やかな生活を送れるようになったってことかしら。しかし1890年4月11日、メリックは病院のベッドで亡くなっているのが見つかった。どうして？急すぎない？メリックは頭部が大きかったため普通に横たわって眠ることはできず、普段はベッドの上に座り、抱えた両膝に頭を乗せるようにして寝ていたそうだ。この姿勢を取ろうとした際に首の骨を脱臼して死亡し、そのままベッドに倒れたと見られている。せっかく平穏に暮らせるようになっていたのに、メリックの生涯を題材として、1979年には舞台、1980年には映画が作られた。それぞれ書き方は異なるが、映画は2020年に 4K 修復版が出たし、ネット配信もされているから、興味のある人は見てみるのもいいかもな。次の写真はこれだぜ。頭蓋骨がこんなにたくさん、何があったの？これは、キリングフィールドの犠牲者たちの遺骨だぜ。キリングフィールドって？キリングフィールドとは、カンボジアで大量虐殺が行われた際の形状跡の俗称だぜ。一箇所ではなく複数存在していた。大量虐殺？なんでそんなことが起きたの？革命でカンボジアの王政を廃止し、1975年からカンボジアの政権を握ったのがポルポトだ。ポルポトは秘密警察であるサンテバルを使って、教師などの知識層や宗教関係者を反革命的とみなして次々と殺害したんだ。知識層を？どうして？ポルポトは国民を政治的無知状態にすることで、批判や抵抗する力を奪おうとしていたとみられている。こういった政策は愚民政策と呼ばれるぜ。怖い。ある意味すごく怖い政策だわ。あるいは、ポルポトはフランスに留学したものの成績不良で卒業できずに帰国した過去があるから、学歴コンプレックスもあったのかもしれない。いずれにしても当時のカンボジアは、文字を読める、時計を読めるというだけでも、粛清の名目で殺害されるようになってしまった。それだけで？こんなカンボジアだが、ソ連やベトナムと対立していたため、アメリカからは支援されたぜ。うわぁ。この時代の悲惨さについては今さら語る必要もないだろうが、キリングフィールドで発見された遺骨の中には、骨端が閉じていないものも多かったそうだ。骨端？骨端はいわば骨が成長していく箇所で、
骨端が閉じていないということは、まだ体が成長途中だったことを示している。そんな骨がたくさん見つかったってことは、そうだ。まだ10代程度の若者も多数殺されたということだ。それだけじゃない。殺す側の人間も、同じくらいの年頃だったと言われている。子供と言ってもいいくらいの年の子に処刑をさせてたってこと？そうだ。このことからも、当時の状況がどれだけ異常だったかわかるだろう。1993年に民主政権が誕生したことでカンボジアの長い内戦状態は終わったとされているが、国内の対立が完全に解消されたわけではなかった。ポルポトは民主化した政権には加わらず、逮捕されて禁錮刑となり1998年に死去した。じゃあ今は平和なのかしら？現在のカンボジアは立憲君主制国家となって、内戦時に比べればずっと平穏だ。しかし内戦やポルポトによる粛清は今も爪痕を残していて、それはカンボジアという国の問題点にもなっている。どんな問題なの？ポルポトによって知識層が大量に殺されたことで、教育環境を立て直すのが難しくなっているんだぜ。たとえ学校という建物ができたとしても、そこで教えられる教師がいないという状況が起こるようになったんだ。そうか。文字や時計が読めるってだけで殺されちゃったりしたんだもんね。ポルポト政権下では、本来受けるはずだった教育を受けられなかった人も多い。内戦が終わって彼らに教育を受けさせようとしても、教えられる人間がいない。だからといって教育を後回しにすると、教育を受けられない人が増えていき、教師がますます不足するという悪循環が生じてしまう。そう考えると知識層の弾圧ってすごく怖いことなのね。戦争は今あるものだけではなく未来まで壊しかねないことが、カンボジアの歴史を見るとよくわかると思うぜ。次の写真はこれだぜ。手前に船が見えてるから大きさは大体わかるわね。大きな入道雲みたいに見えるけど、これは火災積雲と呼ばれるものだぜ。火災積雲は地面の空気が強く熱せられて上昇することにより形成される。じゃあこの雲の下で大きな火災があったってこと？そうだ。火災というか大爆発だ。大爆発？この爆発は、1917年12月6日の朝にカナダのノバスコシア州ハリファックスで発生したことから、ハリファックス大爆発と呼ばれているぜ。なんでそんなことが起こっちゃったの？アッパーハリファックス港とベッドフォード湾の間をつなぐやや狭い水路で、2艘の船が衝突したんだ。運悪く、片方の船には大量の高性能爆薬が積載されていた。衝突時に起きた火災が爆薬に燃え移り、大爆発を起こしたんだぜ。爆薬積んでたんだ。この爆発で約1600人が即死、推定約9000人が負傷、後日約300人が亡くなったと言われているぜ。爆発を中心として半径 2km に及ぶ範囲が街ごと吹っ飛んだ。写真を見るとまさに街がなくなったって感じね。爆風の勢いで海水が押しのけられて瞬間的に海底が見えたらしいからな。その反動で18メートルの津波も起きたようだぜ。しかも季節は冬だ。多くの場所でストーブが利用されていて、さらなる火災を引き起こした。爆発そのものだけじゃなくて、そこからさらに災害が広がっていったのね。この事件は、火山活動などの自然現象を除いて人間が引き起こした爆発の中で最大のものだった。しかしこの7倍と言われる爆発が後に起こる。7倍何があったの？その時の写真が、今回解説する最後の写真だぜ。これはもしかしてキノコ雲？そうだ。1945年7月16日に行われた人類史上最初の核実験、トリニティ実験の写真だぜ。ハリファックス大爆発の7倍。今はそれ以上の核爆弾が存在してるわけだから、街どころか国まで消えてしまうわよね。その後日本に原爆が投下されたことは多くの人が知っているだろう。原爆はただの威力が大きい爆弾ではなく、一瞬で全てを消し去るほどの兵器だ。そして、即死は免れてもその熱で皮膚は焼けただれ、たとえ目立った外傷はなかったとしても放射能による影響は長く残ることになる。この女の子、顔が、
原爆が戦争を終わらせたか否か、原爆は必要だったか否か、それは現在でも論争の的になっている。しかし原爆が、言葉では尽くせないほどの恐ろしい兵器であることには変わりはないと思うぜ。原爆は爆発だけじゃなくて、放射能によって多くの人を健康面でも社会面でも苦しめて、今もそれは終わっていないものね。アメリカの核兵器開発はマンハッタン計画と呼ばれていた。主導したのはロバート・オッペンハイマーという理論物理学者だぜ。彼は核兵器開発を成功させ、原爆の父とまで呼ばれている。しかし後年、彼は核兵器を生み出したことを公開し、核兵器反対の立場を取るようになるんだぜ。そうなんだ。トリニティ実験の責任者だったケネス・ベインブリッジは、実験の成功を見届けた後、オッペンハイマーに対してこれで俺たちは皆クソ野郎だ。と言ったそうだ。本来、科学者にとって実験の成功は喜ばしいことなんだろうけど、実はマンハッタン計画に携わっていた科学者たちの間でも、自分たちが恐ろしい兵器を作ろうとしていることに気づき、中止すべきではないかという声が上がっていたそうだ。しかし、そんな彼らを言葉巧みに誘導して開発を続けさせたのはオッペンハイマーなんだ。その気になればやめることもできる立場だったからこそ、後悔も大きかったのかもしれないわね。トリニティ実験を見届けた関係者たちは、自分たちがどんなものを作り上げたのか悟って、皆言葉が出なかったようだぜ。核兵器を生み出した当事者たちがそう感じていたっていうのは興味深いわね。今回は歴史的にも非常に重い意味を持つ写真5選を解説してきたが、最後はある意味衝撃的だがちょっと面白い写真を紹介するぜ。これは猿？これはインドネシアに生息する黒猿のメスだそうだ。こっちに腕を伸ばしてるように見えるけど、撮影した人が持ってるカメラが気になったのかしら？いや、これを撮影したのはこの猿自身だ。自撮りってこと？猿まで自撮りするようになるとか確かに衝撃的だわ。そうなるのかもな。とはいえ、カメラの持ち主であるイギリスの自然写真家デビッド・スレイターは、黒猿がカメラをいじるうちに撮影ボタンを押す可能性を見越してカメラを置いておいたそうだぜ。じゃあ、猿が自分の写真を撮ることになるかもしれないって、ある程度狙ってセッティングしてたわけね。特に黒猿は歯を見せて笑顔にも見える表情をして、敵意がないことを示すことがあるから、その表情も狙ってたんだろうな。確かに笑顔に見えるから、まさに自撮りっぽくて面白いわ。これは動物が自撮りしたというユーモラスな出来事だが、それとは裏腹に著作権をめぐってかなり揉めたんだ。何があったの？スレイターは自分に著作権があると主張したが、この写真を撮影したのは猿だから著作権は発生せず、パブリックドメインだとか、いや猿にこそ著作権があるとか、かなりの議論を呼んで一部では裁判にもなったぜ。前例がないタイプの写真だから色々揉めちゃったわけね。結局、アメリカでは動物が撮った写真は著作権の対象とならず、動物も著作権を有することはない、と裁判で判断されたぜ。また写真で発生した利益の一部は、野生の猿を保護する団体に寄付されることになった。ちなみにこの黒猿は絶滅危惧種で、その度合いもかなり深刻な部類に入る。そんな黒猿についての認知度が上がったのは良かったわね。カメラマンのスレイターはこの写真についての議論や裁判の中で経済的にも精神的にも疲弊してしまったようで、もう写真を撮り続ける気力がなくなったために転職を考えているとコメントしているぜ。これだけ話題になった写真を、撮ったというか世に送り出した人がそんな状況になっちゃうのはちょっと悲しいわね。今は動物の自撮り写真をネットでいろいろ見ることができるが、自撮り風に人間が撮影した写真は著作権が発生する可能性があるから注意だぜ。というわけで世界が震えた衝撃写真について見てきたけど、どうだった？信じられないようなことでも、写真付きで言われると納得しなきゃいけないから、本当に衝撃だったわ。怖い話もたくさんあったけど歴史の教訓としてしっかり受け止めなきゃだな。それでは今回はここまで。今日は人生で一度は見るべき写真10選を紹介するぜ。次に解説するのはこの写真だぜ。男性3人が走ってるわね。何の写真なの？
これは1896年、初めての近代オリンピックであるアテネ大会でのマラソンの様子だぜ。周囲に応援する人とかいないから今のマラソン大会とは雰囲気が違うし、走ってる3人の服装も今と全然違うわね。中の人がこの動画を作ってた2021年の夏は、ちょうど東京オリンピック・パラリンピックが開催されていたぜ。この写真と今のオリンピックとの差を考えると色々と感慨深いというか、現在フルマラソンで走る距離は 42.195km と決まっているが、この写真の当時は約 40km と緩い決まりだった。なんで 42.195km になったの？1908年のロンドンオリンピックでイギリスのアレクサンドラ王妃が、スタート地点は宮殿の庭にして、ゴール地点は競技場の王室関係者が座るボックス席の前にするようにと注文をつけたからだと言われている。王妃様のわがままで変更になった距離で今も走り続けてるってこと？実はアレクサンドラ王妃が言った確証はないという説もあるんだ。スタート地点が宮殿の前になったのは、観客が選手の邪魔をしないようにするためだったとも言われている。しかし、アレクサンドラ王妃でなくても、誰かがイギリス王室に忖度してマラソンの距離が決められた可能性はあるぜ。その頃からすでにオリンピックっていろんな人間の思惑にまみれてんだなって思っちゃった。次の写真はこれだぜ。何これ？採石場か何か？それともピラミッド的な遺跡とか？いや、これはゴミの山だぜ。ゴミ？写真の下の中央あたりに小さく白っぽいものが写ってるが、これは車だぜ。いやいや、でかすぎでしょ。インドのニューデリーにあるこのゴミ捨て場は1984年に開設され、最大容量に達した時点で閉鎖して埋める予定だったらしい。しかし予定容量を超えた2002年以降も、市内で回収されたゴミが投棄され続けているぜ。現在も1日あたり数百台のトラックがゴミを捨てに来るそうだ。まさかと思うけど、回収したゴミをそのままここに集めてるの？そうみたいだぜ。待ってよ。インドみたいな高温多湿の土地で、生ゴミを処理せずそのまま捨てたら匂いとかどうなっちゃうのよ。うん、悪臭がすごいらしい。おぼぼぼぼぼぼ。2021年現在、インドの人口は世界第2位、ニューデリーはその首都だ。今のインドは高い経済成長率を誇り、消費市場としても非常に大きい。しかし、これらの人口の多さや経済の成長は、大気汚染などの環境問題や衛生問題も深刻なものにしている。ゴミ問題もまたその一端と言えるだろうな。日本だってかつては深刻な公害問題を抱えていたし、経済が発展すると豊かになるだけじゃなくて、問題もまた発生するってことは、いわゆる先進国を見てるとわかってしまうわよね。続いてはこの写真だぜ。おじいさんと、こう言っちゃなんだけど、古くてボロい家の写真よね。この男性はホセ・ムヒカ。ウルグアイの第40代大統領だった人物だぜ。世界一貧しい大統領、とも言われていたな。一国の大統領だった人の暮らしにはとても見えないんだけど。ウルグアイって政治家の報酬が少ないとか？いや、そんなことはない。ムヒカは収入の大半を寄付していて、毎月1000ドル程度で生活しているそうだ。1000ドルってせいぜい十数万円よね。まあでも家が確保できれば生活できなくはないんでしょうけど。世界一貧しい大統領、と言われているが、ムヒカ本人は自分は貧乏なのではなく質素なだけ、と言っているそうだ。まあ、確かにそうね。ムヒカ自身、貧困家庭に生まれ、大学卒業後も家畜の世話や花売りで生計を立てていた。ウルグアイは1950年代から経済の低迷によって政情が不安定になり、その頃ムヒカはゲリラ組織、ツパマロスに加入したんだぜ。ゲリラ組織に入ってたの？軍はこのツパマロスを鎮圧したことで発言力を強め、1973年の軍事クーデターによって政治の実権を握った。ムヒカは何度か逮捕、投獄されているが、1972年に逮捕されてからは13年近く収監されていた。釈放されたのは1985年に政権が民主化された後だぜ。その後大統領にまでなるんだからすげえ人生だな。
ムヒカは製品を押し付けているわけではなく、むしろ政治家としてのムヒカは貧困層に無償で住居を提供するなどの政策を進めて貧困率や失業率を下げたと評価されている。一方で、それらの政策は自らの支持者である貧困層へのばらまきでしかなかったという批判もあるにはある。でも、貧困層へアピールしつつ自分は贅沢するような政治家よりはずっといいわよね。ムヒカは、政治家は国民と同じような水準の生活をすべきという考えを持っているそうだ。自らそれを実践しているんだろうな。国民目線でとかアピールする政治家は多いけど、それを言うならムヒカくらいしてもらわないとって思っちゃう。ムヒカは、貧乏な人とは、少ししか物を持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ、と言っている。これは経済的な豊かさを批判しているというよりも、欲望を無限に肥大化させて、常に満たされない状態になることに警鐘を鳴らしているんだと思うぜ。たまに物欲が暴走しちゃう身としては耳が痛いわ。生きるためにお金は必要だ。しかし、お金を稼ぐために人生を消耗したり、消耗させたりする社会に対して、ムヒカは問題提起しているんだろうな。この写真を見てると、自分が本当に必要としているものとか、大切にしているものは何なのか、見つめ直してみようって気持ちになるわ。次はこの写真だぜ。これトラよね？古い写真だけど何か特別なの？これは1938年に撮影されたと見られるジャワトラの写真だぜ。ジャワトラはインドネシアのジャワ島だけに生息していた小型のトラだが、1980年代に絶滅してしまったんだ。じゃあ、もういないの？そうだぜ。ジャワトラだけでなく、バリトラやカスピトラという種も絶滅している。トラという種全体では、19世紀には約10万頭ほどいたと推定されているが、2010年には世界のトラの生息数は、およそ2000頭から3000頭ほどという推定値が報告されている。その後は保全活動が進んで、4000頭くらいまでに増えたみたいだけどな。多くても4000頭くらいなの？それって少ないんじゃない？そうだな。トラは動物園でもよく見られるポピュラーな動物だが、生息数からすると非常に希少な動物なんだ。国連によって絶滅危惧種に指定されているが、危惧どころでは済まなくなるのも時間の問題かもしれないぜ。なんか、うまく言えないけどショック。他にも、ポピュラーだが絶滅危惧種の動物として挙げられるのはホッキョクグマだ。2020年7月、イギリスの科学誌ネイチャークライメートチェンジに、気候変動によりホッキョクグマは2100年までにほぼ絶滅するという論文が発表された。ホッキョクグマもいなくなっちゃうの？地球温暖化によって北極圏の氷が減少し、ホッキョクグマの食料となるアザラシを狩りにくくなっているんだ。これに比例するかのようにホッキョクグマの体重は減少傾向にある。体が小さいと食料なしでも耐えられる期間が短くなるそうだ。じゃあ体が小さくなったら余計にアザラシ取れないと困るわよね。その通りだ。すでに個体数減少の悪循環は始まっているという指摘もある。地球の歴史において絶滅した動物はたくさんいるんでしょうけど、人間のせいで絶滅してしまう動物がいるって本当に恐ろしいことよね。そうだな。トラやホッキョクグマのように動物園などで目にしやすい動物だと、なかなか危機感は抱きにくいかもしれない。しかし実は多くの生物の存続が危ぶまれているということを、この写真は語っていると思うぜ。人が歩いてる道端で横たわっている人がいるけど、人が倒れているのは飢餓で力尽きたからだぜ。1932年から1933年にかけて、ソ連の主要な穀物生産地域で深刻な飢饉が起きたんだ。飢饉って要は食料不足ってことよね？天候不良で農作物が不作になったとか？そんな天災ならまだずっと良かったかもしれないな。どういうこと？この飢饉はソ連の政策によって事態が悪化したという人災の面があるんだ。人災で飢饉？1928年にソ連が発表した第一次五カ年計画では、農業の集団化が中核となっていた。農業の集団化？ざっくり言えば農業の国営化だぜ。
農作物はすべて国が買い取って、国民に分配するというのが最終目標だった。国が買い取ってくれるならいいことのようにも思えるけど、しかし、農作物の値段も売り渡す量も国が勝手に決めるんだ。しかも、最初は農民側から自発的に行われていた集団化が、次第に強制されるようになっていった。それじゃ、安く買い叩かれたり、自分たちが食べる分まで持っていかれちゃったりするんじゃない？まさにそれが起きた。集団化への移行で農業生産量が減ったにもかかわらず、政府は容赦なく食料を徴収した。なんで？生産量が減ったら出せる量が減っちゃうのは仕方ないことなのに。徴収量を減らしたら、ソ連政府は自分たちが推し進めた農業集団化が失敗したことを認めることになってしまうからだ。いや、生産量減ってるってことは問題があるってことなんだから、認めないも何もないでしょうが。また、ソ連は工業への資金を調達するために外貨を獲得する手段として、農作物の輸出が必要だったんだ。いや、ソ連の中で飢えてる人がいるのに、農作物輸出してる場合じゃないでしょ。それでもソ連は国際的な名誉が失墜することを恐れて、外国から基金に対処するよう求められても、そもそも基金なんか起きてないから対策なんか必要ない、というスタンスを崩さなかったんだぜ。どこの国とは言わないけど、そういう態度の政治って今でも見かける気がするわ。こうしてソ連が国内の農作物の減産を直視しなかった結果、ウクライナや北コーカサス、カザフスタンなどで深刻な食料不足となり、数百万人が死亡したと言われている。研究によっては、死者は1000万人を超えるという説もあるぜ。農作物は自然に左右されるから飢饉はいつでも起きるかもしれないわけだけど、これは人災としての面が大きくて唖然としちゃうわ。国家や政治家のメンツのために国民が犠牲になるという事態は歴史上何度か起きているし、今現在も起きていて、残念ながらこれからも起きる可能性がある。この写真は過去のものだけど、過去だけのものではないってことね。次はこの写真だぜ。看板よね、犬は入ったらダメってこと？その犬のマークの上の文字が問題だぜ。内容は白人専用というものだ。白人以外は利用しちゃダメってこと？そうだぜ。この写真が撮影されたのは1985年の南アフリカ共和国だ。当時の南アフリカでは、アパルトヘイトという人種差別政策が実施されていたんだ。国が人種差別をしてたってこと？その通りだ。南アフリカでは、1910年代にはすでに人種差別的な法律が存在していて、白人以外には選挙権や義務教育すらなかったんだぜ。それってもう同じ人間として見てないも同然じゃない。当然ではあるが、国内で政策に対する反対運動が頻発するようになり、1991年2月にようやく大統領がアパルトヘイト政策の廃止を宣言して撤廃されることになったぜ。ほんの20年前までは公的に差別が存在してたっていうのが驚きだわ。この時期に撤廃されることになったのは、冷戦終結の影響があったと見られているぜ。冷戦って、ソ連とアメリカとかの話でしょ？当時の南アフリカはレアメタルの産出国だったため、アメリカなどの西側諸国は南アフリカから輸入できないとなると敵国であるソ連から輸入せざるを得ない状況だった。だから西側諸国はレアメタルを調達したいがために、南アフリカに対して強硬な経済制裁などの対応に踏み切ることができなかったんだぜ。あ、それで冷戦が終結して南アフリカ以外からもレアメタルが輸入できるようになったから、状況が変わったわけね。その通り。つまり当時の西側諸国は経済を優先して、南アフリカの人種差別政策を見て見ぬふりをしていたようなものなんだぜ。うわぁ。南アフリカのアパルトヘイトもやばいけど、見過ごしてきた他の国も反省すべきところがある気がするわ。そうだな。この写真は、差別という非人道的な行為だけでなく、国際社会がそれを長い間容認してしまったことも示しているんだぜ。次の写真はこれだぜ。1858年に撮影されたものだ。この人たちはどこの人なの？彼らはオーストラリアのビクトリア州の農民だったアボリジニだぜ。アボリジニ？
オーストラリア大陸やその周辺諸島に居住していた。先住民の子孫たちのことだぜ。そうか。オーストラリアも植民地だったわよね。実はアボリジニという言葉は差別的な意味合いがあるらしく、近年オーストラリアではあまり使われないそうだ。その代わりに、アボリジナル、アボリジナルピープル、アボリジナルオーストラリアンという呼称が用いられているようだぜ。アボリジナルの人たちはどれくらいいたの？ヨーロッパ人が来る前はおおよそ50万人から100万人はいたらしいが、1920年には約7万人ほどになっていたそうだ。そんなに少なくなってしまったのはどうして？最大の要因として考えられているのは、ヨーロッパ人が持ち込んだ伝染病だぜ。それまでオーストラリアは他の地域とは長く隔絶されていたから、アボリジナルは免疫を持っていなかったんだ。また、1788年からのイギリスの植民地化において、移民たちによるスポーツハンティングの対象になったことも挙げられる。スポーツハンティングの対象？それってまさか。そう、動物を狩るのと同じ感覚で虐殺していたんだ。今日はアボリジニ狩りに行った、と記された日記が残されているそうだぜ。1828年には、開拓地に足を踏み入れたアボリジナルを、イギリス人が自由に捕まえたり殺害する権利を与える法律が施行された。さっきのアパルトヘイト以上に人間だと思ってなかったってことよね。その後も保護という名目のもとに移住を強制されたり、子供たちは強制的に親元から離されて、収容所や孤児院などの隔離施設に送られたりした。そういった政策の中で、アボリジナルの人々のアイデンティティは奪われていったんだ。結果として、それらの迫害を語り継ぐことすらできないまま、アボリジナルの文化の大部分が失われてしまったぜ。大部分何か記録とか残ってなかったの？アボリジナルの文化には文字がなかったんだ。だから痕跡を残さず消滅した部族も多いと見られている。一口にオーストラリア先住民と言っても多種多様な文化が存在していたが、今となってはアボリジナルの文化の研究は、すでに大半のピースが失われたパズルと例えられているほどなんだ。それって、どれくらいの文化が失われたのかすら、もうわからないってことよね。今は他の人種との混血が進み純粋なアボリジナルと言える人はいないが、完全にいなくなってしまったわけではない。2000年のシドニーオリンピックで聖火台に聖火を灯した元陸上競技選手のキャシー・フリードマンも、アボリジナルにルーツを持つ人物なんだぜ。人種差別って言うと、南アフリカのアパルトヘイトやアメリカの公民権運動がまず思い浮かぶけど、アボリジナルの人たちも差別や迫害を受けてきたのね。アボリジナルの人々の市民権は1967年にようやく認められたが、今も多くの社会問題が残っている。そのことを、この写真をきっかけにぜひ多くの人に知ってもらいたいと思うぜ。続いて紹介するのはこれだぜ。たくさんの人が整然と座って何かを見てるみたいだけど、顔を覆ってる人もいるわね。この写真が撮影されたのは1945年。彼らはドイツ人捕虜だ。そして見ているのは、強制収容所の映像だぜ。強制収容所って、ユダヤ人が送られた場所よね？ナチスドイツによって強制収容所に送り込まれたのは、ユダヤ人だけではなく、政治犯や捕虜、同性愛者やロマも含まれていた。強制収容所は、強制労働のためのものと虐殺のためのもの、それら両方の役割を兼ねるものとに大まかに区別できる。ただどこも環境は劣悪だったため、強制労働のみの収容所であっても、過酷な環境に耐えられず、死んでしまうことも多かったようだぜ。この人たちが見てるのはどんな映像なのかはわからないけど、ナチスドイツと戦った連合軍が強制収容所を発見してその実情を目にした時は、戦争で大量の死体を見てきた兵士ですら言葉を失うほどだったそうだ。強制収容所の非人道性は今さら語るまでもないだろう。そしてこの写真は、当時のドイツの人々もまた、強制収容所の現実を目の当たりにすると冷静ではいられなくなるということを物語っている。それは、人間としてはごく普通の反応ではあるでしょうね。戦争では、人が人でなくなると言われる。しかしこの写真は、やっぱり戦争をするのは人なんだ、ということを容赦なく伝えていると思うぜ。
戦争をするのは人だからこそ、恐ろしくもあり、悲しくもあるわよね。ここまでは悲惨な歴史を伝える写真も多かったから、最後は希望を感じられる写真を紹介するぜ。看板に漢字やひらがなが書いてあるし、これは日本の写真。そうだぜ。終戦直後の日本の子供たちだ。終戦直後って大変な時期だったはずよね。でもそんな中でも子供たちが笑顔を見せてくれているって、ホセムヒカの写真にも通じるけど、豊かさとか幸せってなんだろうって考えさせられるわ。そうだな。そして、子供たちが笑顔でいられなくなるような、そんな世の中にはしてはいけないとも感じるぜ。そうね。そういう責任感と同時に希望も感じるわ。そう考えると子供の笑顔って不思議な力があるわよね。百聞は一見にしかずって言うけど、本当に一枚の写真が多くを物語ることもあるのね。今はスマホで写真だけでなく動画も大量に撮影できる時代だが、それでも一枚の写真、一本の動画が社会的歴史的に重要な瞬間を捉えることがある。また、人それぞれの大切な思い出を刻むものであることにも変わりはないと思うぜ。私もスマホのデータ整理も兼ねて、これまで撮った写真見てみることにするわ。どうした？いや、3年前の自分の写真見たら今より結構細かったからショックで。あるあるだな。それでは今日の動画はおしまいです。今回は意味がわかると怖い画像10選を解説するぜ。まずはこの画像だぜ。これはアフリカ系の若い男性の写真かしら？別に怖くはないんじゃない？そうだな。見るだけなら怖くはない。しかしこの男性は、展示されているんだ。は、展示？この写真が博物館とかに展示されたの？違う。この男性が生身で展示物となっていたんだ。え、生身の人間を展示？どういうこと？この展示は、19世紀から20世紀にかけて各地の博覧会で余興として行われたものだ。通称人間動物園。動物園？近代ヨーロッパ社会は、アジアやアフリカの諸民族の社会を遅れたあるいは劣った社会とみなしていた。そんな考えの中で、植民地の諸民族の文化を観察する場として人間動物園は存在していたんだぜ。じゃあこの男性は、劣った存在として展示されてたってこと？そうだぜ。この男性はの名はオタ・ベンガ。今後のピグミーだった。この写真が撮影されたのは1906年で、彼はニューヨーク市のブロンクス動物園で、霊長類や他の動物と一緒に展示されていたんだ。当時の人は差別っていう意識がなかったのかしら？いや、オタ・ベンガだけでなく人間を展示物とすることは当時から物議を醸していた。しかしそもそも展示として企画されて実行されたわけだから、そこにはやはり自覚されないままの差別が存在したんだろうな。次の画像はこれだぜ。この人たちは服の胸元に NASA ってあるし、ヘルメット持ってるし、もしかして宇宙飛行士？その通りだぜ。これは1986年に打ち上げられたスペースシャトルに搭乗していたクルーの写真だ。アメリカでは初めてとなるアジア系の宇宙飛行士、日系三世のエリソン・オニズカが後列の一番左に写っている。女性やアフリカ系のクルーもいて、アメリカらしい多様性のあるメンバーって印象ね。このクルーたちは全員、打ち上げから73秒後に起きた事故で亡くなっている。ええ。事故の直接的な原因は打ち上げ用補助ロケットの部品の破損だぜ。高温高圧の燃焼ガスが吹き出て外部燃料タンクが破壊され、右側の補助ロケットは正常に機能しなくなった。そんな状態じゃまともに飛行できないじゃない。その通りだ。設計上の限界値を遥かに超えた負荷がかかり、スペースシャトルは空中で分解した。上空でスペースシャトルが壊れちゃったら乗ってたクルーは。クルーがいた乗員室は非常に頑丈にできていて、スペースシャトルが壊れた際にも丸ごと残っていたが落下して海面に衝突。さすがにその衝撃には乗員室は耐えられなかった。スペースシャトル分解後、少なくとも一部のクルーは生存し意識があった形跡があるそうだ。事故の調査官は船長は生き残るためにあらゆる努力をしていたという言葉を残している。最後まで諦めなかったのね。調査委員会は、事故の根本原因は NASA の組織分化や意思決定過程にあると結論付けている。人災の面があるってこと？そう。この事故は防げたかもしれないんだぜ。そんなのやりきれない。チャレンジャー号の事故は今も、安全工学だけでなく職場倫理の事例として取り上げられることが多い。当時最先端科学の象徴だったはずのアメリカの宇宙事業で起きた惨事は、多くの教訓を残していると思うぜ。次の画像はこれだぜ。撮影されたのは1922年頃とされている。机に向かってるのは女性たちかしら？彼女たちは時計の文字盤に塗料を塗る工場労働者だぜ。実はこの職場、ブラックどころの騒ぎじゃないんだぜ。え、彼女たちが使ってる塗料は夜でも光る塗料だった。ああ、時計の文字盤って夜光塗料が使われてると、暗くても時間がわかるから便利よね。しかしこの塗料に発光剤として含まれていたラジウムは、
放射性物質なんだ。え、作業してる人たち普通の服着てるだけだけどいいの？言い訳がない。彼女たちの多くが被爆し、貧血や骨折、壊死や骨肉腫を発症して早くに亡くなっていった。しかしおそらく本当に恐ろしいのは放射能ではなく、その危険性を知りながら彼女たちにラジウムを使わせた会社側だぜ。雇い主は知ってたの？知ってたどころか経営者や技術者は、自分たちは被爆しないよう障壁やマスクなどを使用していたんだぜ。うわぁ、最悪。それだけじゃない。会社側は彼女たちにリップ、ペイントを奨励していたんだ。ん？リップ？唇？え、まさか。唇や舌を使ってブラシを整え、塗料をつけ、塗って、そのブラシをまた唇や舌で整え、という作業をさせていたんだ。いやー、最低胸クソ。そう、実に胸クソ悪い。この作業をしていた彼女たちの一部は顎返しし、その症状はラジウム顎と呼ばれている。こんな会社許しちゃダメでしょ。確かにな。ついに労働者の一人だった女性が訴訟を起こし、その後4人が加わって裁判が行われた。10年以上かかったが彼女たちは賠償金を勝ち取ったぜ。雇い主は10年もごねてたの？引き伸ばして原告である女性たちが死ぬのを待っていたという説もある。いやもうどこまで胸クソなの。彼女たちはラジウムガールズと呼ばれ、広く報道されて注目を集めたぜ。彼女たちの訴訟がきっかけとなり、労働者の権利安全健康を守る法律の制定へと繋がったと言われている。この写真の後にはそういう歴史が続いたのね。次は現代の日本だぜ。これは防掲示板で知られている画像だ。何これ？2016年6月19日、防掲示板に投稿があった。スレ主が異常な匂いを感じて外に出ると、悪臭を放つ布団を発見したそうだ。え？寝てる間に漏らしちゃったから外に出したんじゃないの？板の住民たちも最初はそう思っていた。しかし、生臭い系の匂いであること、布団から何か液体が垂れていることがスレ主から説明されると、住民たちは一気に恐怖することになる。うん、確かにあれですね、あれが入ってる感じですね。そして、スレ主がさらに写真を撮ろうとしていたら一人のおばさんに声をかけられた。おばさんはどうにも挙動不審で、板の住民たちは怪しみ始める。いやもう通報した方がいいんじゃない？スレ主もそう考えていたようだが、おばさんは自らを町内会の人間と称しこっちで処理するから大丈夫と通報しないように言ったそうだ。ひー、大丈夫？スレ主も一緒に処理されたりしない？板の住民の中にもそんな声があった。その後スレ主は何度か写真を投稿して状況を説明していたが、やがて板から姿を消してしまう。もしかして本当に処理されちゃった？およそ2週間後、スレ主は板に戻ってきて顛末を語ったぜ。よかった。スレ主は結局通報し、警察から事情聴取を受ける中で事件のあらましを知ったそうだ。何が起こってたの？通報を受けて現場に到着した警察は、付近にいたあのおばさんに職務質問をした。すると所持品から刃物が発見されたため、警察が署で話を聞こうとしたらおばさんが暴れたので身柄を拘束したそうだ。結局おばさんは逮捕された。逮捕？どうして？おばさんの自宅に、遺棄されていた布団の中のものがあったからだそうだ。逮捕されるようなものが中に入ってたってこと？スレ主は喧嘩しに行くと書き込み、布団の中身については喧嘩から察してくれ、と言い残していたから去ったぜ。うん、十分察せられます。ただ3年後になって、スレ主はこの物語はフィクションですと書き込んだという情報もある。これは見バレを防ぐためのブラフなのか、あるいは本当にフィクションだったのか、それは不明のままだぜ。でもやっぱり、もしかしたらこの布団の中に、って思っちゃうわよ。次はこの画像だぜ。撮影されたのは1901年らしい。場所はフランスだ。髪が短いけど。男性？女性？女性だぜ。彼女の名前はブランジュモニエ。彼女は25歳の時から25年間。母親によって自宅の一室に監禁されていた。25年間も？どうして？ブランシュが貧しい弁護士と結婚しようとしたからだ。ブランシュが生まれたモニエ家は由緒正しめ家だった。だからブランシュの母親は娘が選んだ結婚相手はふさわしくないと考えたようだ。だからって、娘を監禁するなんて。そうだな。しかも表向きはブランシュは行方不明ということになっていた。母親もブランシュの兄も行方不明になったブランシュを心配している態度を通していたそうだ。本当は監禁しているのに心配している素振りでいるっていうのが怖いわ。しかし1901年、捜査当局に匿名の手紙が届く。手紙？モニエ家に一人の女性が閉じ込められているというものだ。警察がモニエ家を捜索して、監禁されていたブランシュを見つけた。母親は逮捕されたが、すでに高齢だったため構もなく病気で亡くなってしまう。ブランシュの兄は裁判にかけられて一度は有罪になったが上訴して無罪になった。ブランシュが発見されるきっかけになった手紙は誰が送ったのかしら？モニエ家の使用人が送ったという説もあるが、ブランシュの兄が送ったとも言われているぜ。高齢だった母親が亡くなったら自分が罪に問われる可能性があるから、母親が生きているうちにブランシュ監禁の責任を負わせようとした、という見方があるぜ。怖い。名家と言われてた一族なのに何やってるのかしら？ちなみに、監禁される前のブランシュの写真と言われるのがこれなんだが。かわいい、こんなに綺麗な人が25年も監禁されるなんて悲しい。これ多分全然関係ない人だぜ。ええー、
これは1914年に撮影されてポストカードになった写真らしい。ちなみにブランシュは1913年に64歳で亡くなっている。なんでこの写真が若い頃のブランシュってことになっちゃったのかしら？推測だが、どこかのウェブサイトか動画か何かでブランシュのイメージ画像として使われたんじゃないかな。ああ、なるほど。米印イメージですって感じ？それが転載されたり使い回されたりするうちにブランシュ本人ってことになった可能性がある。例えばだが、馴染みのない言語で配信されているコンテンツだったら、イメージ画像だという注意書きに気づかないということも起こるだろうからな。世界中のコンテンツが見られるようになったからこそ起こりうる問題ね。次はこの画像だぜ。1931年に撮影された写真だ。彼女の名前はローズマリー。とある有名な人物の妹だ。ローティーンくらいに見えるけど、誰の妹なの？アメリカの第35代大統領、ジョン・F・ケネディの妹だぜ。ケネディ大統領の妹なのね。言われてみれば笑顔が似てるかも。ローズマリーは小さい頃はおとなしい性格だったらしいんだが、成長するにつれて精神的に不安定になり、地に暴力的になってしまうこともあったようだ。何か原因があってそうなったのかしら？それはよくわかっていない。ただ、すでに有力者となっていたケネディ家の一員として、常に優秀さを求められたことが負担になったのではないかとも言われている。そして1941年、ローズマリーは手術を受けた。いや、受けさせられた。手術？何か病気だったの？家族、特に父親はそういうことにしたかったんだろう。彼女が受けさせられたのは、前頭葉枠質切切術。通称ロボトミー手術だ。ロボトミーって、聞いたことはあるけど、どんな手術なの？脳の前頭前野の角接続を外科手術で切断するんだ。雑に言えば脳みそを切ったり除去したりする手術だぜ。切断、そんなことして大丈夫なの？全然。手術後はほぼほぼ廃人となったそうだ。それでも、1950年代まで短い間だが、ロボトミー手術は精神障害の有効な治療手段の一つとされていたんだ。ローズマリーは手術を受けた後どうなったの？彼女の人格は、壊されてしまった。そんな。知能が著しく下がり、会話もままならなくなった。尿失禁の後遺症が残り、長時間ぼんやりするようになったそうだ。ひどい。いや、彼女の人生の本当の悲しみはここからだ。え？ローズマリーは障害者施設に入所し、家族からは遠ざけられた。ケネディ家において彼女の存在はタブーとなり、一族はロボトミー手術のことも含めてひた隠した。母親や妹が時折施設に会いに来たらしいが、父親は一度も来なかったそうだ。悲しい。悲しすぎる。ローズマリーはもともと知的障害があり、20代で精神障害となったために医師の勧めで手術を受けたとされていた。しかし、彼女の手紙や学校での成績を分析した結果、彼女は知的障害でも精神障害でもないと判断されたんだ。ちょっと待って。じゃあそもそも手術受ける必要なんてなかったってことになるじゃない。そうだ。ローズマリーが手術を受けることになったのは、父親のジョゼフが、反抗的なローズマリーの言動が息子たちの政治活動の妨げになるのではないかと考えたからだぜ。それって、野心のためにローズマリーを残酷な方法で切り捨てたようなもんじゃない。ロボトミー手術は有効な治療とされていた時代だから、手術を受けさせたのは何万歩も譲っていいとしよう。しかしその後のローズマリーをまるで一族の汚点であるかのように、無視あるいは隠蔽したのはあまりにも非道だ。1960年7月11日号のタイム誌でローズマリーのことが報じられると、当然批判が巻き起こった。そりゃそうでしょうよ。にもかかわらず同年11月20日に行われた大統領選挙でケネディは勝つんだ。どういうことなの？それはわからないが、父親のジョゼフが金に物を言わせたとも言われているな。また父親か。ローズマリーは2005年に86歳で亡くなった。60年以上を家族から距離を置かれたまま過ごしたんだ。アメリカ大統領まで輩出した名家であるケネディ一族の暗い一面を象徴するような存在だと思うぜ。この写真の笑顔が本当に悲しく見えてしまうわ。次はこの画像だぜ。1917年に撮影された写真だ。怪我をした人よね。それから日焼けしてて口元が笑っているように見えるけど、目はどうだ？目？彼のような目は1000ヤードの凝視と呼ばれるぜ。戦場における極度のストレスによって感情が麻痺した兵士の、うつろで焦点の定まらない眼差しのことだ。遠くを見る目とかネタで言われたりするけど。そして彼が笑っているのは楽しいからでも嬉しいからでもなく、戦争神経症ゆえのことだと考えられる。戦争神経症？戦闘ストレス反応や戦争後遺症とも言われ、戦闘によってもたらされる心理的な反応全般を指す。研究され始めたのは第一次世界大戦の頃からだ。第一次世界大戦の頃って何かあったの？軍事技術が一気に進歩して、大砲や機関銃など強力な火器が導入されたんだ。それまでとは比較にならないほど大量の火薬が消費される戦闘は、死亡率を大きく上昇させた。そりゃ、機関銃があれば何人もいっぺんに殺せちゃうもんね。だから兵士たちは敵の銃撃や砲撃から身を守るために、地面を掘って塹壕と呼ばれる穴や溝を作った。結果として膠着状態となる戦場が増え、戦争は長引いたぜ。そんな中で長期間戦場のストレスにさらされ続けた兵士たちの心は壊れていったんだ。この写真の兵士は、
そんな状態にあるってことよね。写真を見ると、戦争が人の心を壊すことが生々しく伝わってくるわ。次はこの画像だぜ。1991年6月29日にカナダで撮影された写真だ。結婚写真でしょ ?6 月ってことはジューンブライドね。幸せそうなカップルに見えるけど。ちょうどこの写真が撮られた同じ日に、わずか 18km 南の湖で14歳の少女のバラバラ死体が発見された。彼女を誘拐して性的暴行を加え、殺害して遺体をバラバラにして湖に捨てたのはこの二人なんだぜ。そんなことした後に結婚式挙げて笑顔で写真とか何重にもやばい。この二人、ポール・ベルナルドとカーラ・ホモルカの被害者は一人じゃない。わかっているだけでも他に二人が殺害されている。そのうちの一人はなんとカーラの妹だぜ。妹まで?殺害されなかった被害者を含めると、ポールは少なくとも十数人に性的暴行を加えていたようだ。しかもその様子をカーラがビデオで撮影していたんだ。いやもう言葉を失うわほんと。逮捕のきっかけは、ポールからの暴力に命の危険を感じたカーラが通報したことだ。司法取引が行われ、証言をしたカーラは禁錮12年、ポールは無期懲役となった。カナダには死刑がないんだ。司法取引をしたからって、禁錮12年ってさすがに短すぎない?実は、司法取引が成立した後になってさっき言ったビデオが出てきたんだ。そのビデオを見た検察官は、これを見た後だったら司法取引には応じなかったと言ったそうだ。法律がいろいろ複雑なのはわかるけどやっぱり納得できない。カーラは2005年に刑期を終えて出所したが、やはり社会は納得していないようでいろいろと物議を醸していたようだぜ。次はこの画像だぜ。1918年4月17日に撮影された写真だ。船よね、ごつい感じだし、客船ではなさそう。これは、アメリカの木造蒸気貨物船デュマルだ。この写真は浸水時に撮影されたが、およそ半年後にデュマルはグアム沿岸で落雷を受けその際積んでいた弾薬に引火、爆発しデュマルは沈没したんだ。乗組員はどうなったの?乗組員46人全員が2艘の救命艇と1艘の救命いかだで避難できたぜ。救命いかだの5人の乗員は9日後に救助された。2艘の救命艇は3週間ほど漂流したそうだ。救命艇はそれぞれ定員20人だったが、1艘には9人しか乗っておらず、もう1艘には32人も乗っていた。定員オーバーじゃない。そうだ。救命艇には水や食料も積まれていたが、それが尽きるのも早くなる。風にもさらされる過酷な状況で死者も出始めた。生き残った乗員たちも追い詰められ、ついには、死んだ乗員の肉を食べるに至った。飢饉や遭難で食料不足に陥り、生き延びるために人肉を食べたという事例はいくつかある。いずれも極限状態に置かれた人間のあり方として考えさせられる点が多いぜ。最後はこの画像だぜ。バスの周囲にたくさんの人がいるわね。大勢の人がどこかへ移動しようとしているってこと?そうだ。バスの行き先は、安楽死施設だ。安楽死?この写真が撮影されたのは1941年のドイツだ。この頃のドイツはヒトラーのナチスが政権を取っていた。ナチスが当時実行していたのが T4 作戦だ。精神障害者や身体障害者などに対して行われた強制的な安楽死政策だぜ。強制的なの?そうだ。各地の医療施設などから提供されたリストに基づいて医師が処分者を決定する。処分者はバスに乗せられ処分場と呼ばれる施設に連れて行かれるんだ。本人や家族の意思は関係ない。処分場なんて、そんなのあまりにも人道に反してる。そうだな。日本語では安楽死というが語源はギリシア語の予期死だから、安楽という日本語とは少しニュアンスが異なる。それに T4 作戦で行われたのはガス殺や毒物による虐殺、食べ物を与えず餓死させるなど、時に苦痛を伴うものだった。安楽死と入っても、必ずしも安らかな死ではなかったのね。ドイツ国内ですら反発があり、キリスト教会の一部、特にローマ教皇庁からは強い反対があったそうだ。ヒトラーは口頭で作戦の中止を伝えたそうだが、それ以降も精神病患者の収容施設では安楽死が続行された。中止を徹底してないところに悪意を感じるのは私だけかしら。また、T4 作戦に従事していた者は後に強制収容所に配置されたそうだ。安楽死施設におけるガス殺や死体焼却の技術が、ホロコーストに利用されたんだ。命を何だと思ってるのかしら。T4 作戦の対象者は障害者だけではなかった。遺伝的な病気の患者や同性愛者も含まれていた。T4 作戦が中止となった後も、ナチスは健康な純粋アーリア人ではないとみなした人々を排除していった。障害者や反体制派、ロマ、ポーランド人、ユダヤ人などを生きるに値しない命として強制収容所に送り込み殺害したんだ。この写真のバスは、ナチスが生きるに値しないと判断した人々を乗せていたんだぜ。殺したことはもちろんだけど、生きるに値しないと決めつける行為がすごく怖いわ。ナチスの虐殺というとまずユダヤ人が思い浮かぶが、他にもナチスによって人間としての尊厳を奪われ、踏みにじられた人々は多かったんだ。今回は意味がわかると怖い画像について見てきたがどうだった?写真から人間の闇が見えて怖かったわ。写真一枚でもその背景を知ると感じ方が変わってくるんだぜ。今回は人生観が変わる貴重な写真を紹介するぜ。
最初の写真はこれだぜ。この男性がどうかしたの？普通に笑ってるように見えるけど。この男性はグレゴリー・ペレルマン。ロシア出身の数学者だ。彼はポアンカレ予想を解決した人物として知られている。ポアンカレ予想って何？1904年にフランスの数学者アンリ・ポアンカレによって提出された、数学における仮説みたいなものだぜ。ポアンカレ予想は、アメリカのクレイ数学研究所によって解決200万ドルの懸賞金がかけられている7つの問題、通称ミレニアム懸賞問題の一つだ。そしてポアンカレ予想は、7つの中で唯一解決している問題だぜ。じゃあ、ミレニアム検証問題って難しい問題ばかりなのね。もちろんだ。ポアンカレ予想もまた非常に難しく、多くの数学者が挑戦したが長年解決できずにいた。そんな中、ペレルマンは他の数学者とは異なるアプローチでポアンカレ予想を解決し、その功績によって数学界のノーベル賞と言われているフィールズ賞を受賞したぜ。ポアンカレ予想については全然わからないけど、すごいことをした人なんだっていうのはわかったわ。しかしペレルマンは、フィールズ賞の受賞を辞退。クレイ数学研究所からの100万ドルも受け取りを辞退した。どうして？すごく名誉なことなんじゃないの？ペレルマンは以前から賞を辞退したり、賞金に興味を示さなかったり、論文をあまり公表したがらなかったりしたことがあるそうだ。そして次第に人前に姿を現さなくなった。現在も研究を続けているそうだが、詳しい消息はよくわからないんだぜ。ペレルマンに何があったのかしら？以前から数学界の人間関係や力関係、不公正さに疑問を持っていたようだから、研究以外のことに気を使ったりするのが嫌になったのかもしれないな。ああ、学問の世界でも権力争いがあるっていうのは割と聞くわね。あるいは、ポアンカレ予想に挑む中で精神を病んでしまったという説もあるぜ。研究で病んじゃうの？そんなことってある？映画ビューティフルマインドの主人公である実在の数学者ジョン・ナッシュもまた、ミレニアム検証問題の一つであるリーマン予想に挑んでいた。しかしナッシュは統合失調症を発症し入退院を繰り返すようになる。一説には、リーマン予想の困難さがナッシュの精神を蝕んだと言われているぜ。なんというか、真理に近づこうとする人間は心を壊されるみたいな感じで怖くなってきたんだけど。ナッシュは2015年に事故で亡くなったが、ペレルマンは存命だ。世紀の難題を解き明かした天才数学者が人前から姿を消したということには好奇心をかきたてられてしまうが、ペレルマンの才能と尊厳を大切にするならば、騒ぎ立てずにいる方がいいんだろうな。そうね。もしかしたら、ペレルマンはこれからまた新しい発見をしてくれるかもしれないわね。次の写真はこれだぜ。これ何？岩がくり抜かれただけで何もないけど。そう、なくなってしまったんだ。どういうこと？ここはアフガニスタンのほぼ中央のバーミヤン渓谷だぜ。この場所では1世紀頃から石窟仏教寺院が作られ始め、一時は数千人の僧侶がいたそうだ。5世紀から6世紀頃には多くの巨大な仏像が掘られた。この白黒写真は1963年に撮影されたものだ。重機もない時代に岩を掘ってこの大きさの仏像を作ったなんてすごい。この仏像がどうしてなくなってしまったの？1979年、ソビエト連邦によるアフガニスタン侵攻が起きた。外国人の立ち入りが難しくなり、外国の学術機関による調査及び保存事業が中断されてしまった。1980年代以降は内戦が起きて、遺跡の目前でも銃弾が飛び交い、周囲には多くの地雷が埋設されるなど危機的状況に陥ったんだ。戦争によって文化財が傷つくって、世界中で起きてるわよね。1998年にタリバンが政権を握ったため、アフガニスタンの安定が期待された。しかしタリバンはイスラム教の戒律のもとに、パシュプーン人の古い慣習を国民に強制するようになってしまった。そしてタリバン政権は、イスラムの偶像崇拝禁止の規定に反しているとしてバーミヤンの大仏を破壊すると宣言したぜ。破壊？戦争の混乱の中で損傷したとかじゃなくて、
意図的に破壊するってこと？国際社会からは破壊中止を求める声が上がり、タリバンの強硬な姿勢は同じイスラム教徒からですら批判されるほどだったぜ。でも、この写真を見る限り、破壊されてしまったってことよね。そうだ。一目でわかるその破壊行為は強く非難された。しかし一方で、内戦中に多くの餓死者が出ていたアフガニスタンに対して国際社会が無関心であったことを批判する声もある。イランの映画監督であるモフセン・マフマルバフは作品の中で、100万人の餓死者よりも一つの仏像の破壊の方が世界から注目されたことへの苛立ちを表明している。私は、仏像は、誰が破壊したのでもないという結論に達した。仏像は、地獄のために崩れ落ちたのだ。アフガニスタンの虐げられた人々に対し、世界がここまで無関心であることを恥じ、自らの偉大さなど何の足しにもならないと知って砕けたのだ。そうね、日本は仏像が身近に存在する国だから思えることかもしれないけど、きっと大仏様は自分が破壊されることよりも、人々が飢えて死んでいくことの方が悲しいでしょうね。文化財の保護は、国や民族、地域のアイデンティティを守ることにもつながる。しかし、飢餓や戦争で命を脅かされる人々がいるならば、やはり国際社会は本腰を入れて取り組むべきだったんだろうな。今だから言えることかもしれないが。次の写真はこれだぜ。車椅子に座った年配の男性だけど、この人どこかで見たことがあるような。この男性は、アメリカ合衆国第32代大統領、フランクリン・ルーズベルトだぜ。ルーズベルト大統領なのね。車椅子に座ってるってことは、引退後の余生を送ってる頃かしら？いや、この写真は1941年に撮影されたものだが、ルーズベルトは4年後の任期中に亡くなっているから余生というわけではない。そもそも、ルーズベルトが病気の後遺症で下半身が麻痺し、車椅子生活になったのは1921年からだから、大統領になる前なんだ。え、じゃあルーズベルトは車椅子が必要な状態でアメリカ大統領になって働いてたってこと？その通りだ。しかし生前のルーズベルトは、車椅子姿を見られるのを非常に嫌っていたそうだ。写真には椅子に座って写ったり、訪問先では植木などで車椅子を見えなくさせるなど、自分の障害を知られないようにしていたんだ。メディアも積極的に報じたわけではなかったから、当時のアメリカ市民にはほとんど知られていなかったらしい。私もそんなイメージ全然なかったわ。じゃあこの写真はすごく貴重なのね。でも、ルーズベルトはどうしてそんなに車椅子を隠そうとしていたのかしら？推測だが、アメリカ大統領にとって車椅子というものがふさわしくないと考えられていたからかもしれない。2021年現在、彼はアメリカ史上唯一、重度の身体障害を持って大統領になった人物だしな。でも実際はルーズベルトは車椅子が必要でも政治家として大統領として、しっかり務めを果たしたわけよね。そうだな。ルーズベルトについての評価は様々だが、彼は今でも偉大なアメリカ大統領ランキングで常に上位にランクインしているから、高い支持があるのは確かだろう。障害のあるなしは関係ないってことを、ある意味では証明してるような気もするわ。きっとそのうち、身体障害のある候補者が大統領選挙のテレビ討論会に車椅子で登場して、アメリカ大統領に選ばれる日も来るんでしょうね。次の写真を紹介する前に、まずこっちを見てくれ。随分と凄みのある人ね。ゴッドファーザーの曲が流れてきそう。あれはアメリカを舞台にした映画だが、この人はイギリスの首相、ウィンストン・チャーチルだぜ。しかめっ面なのは、手に持っていた葉巻を奪われて不機嫌になったかららしい。チャーチルは葉巻が大好きだったからな。第二次世界大戦時、アメリカの大統領はルーズベルトだったが、イギリスの首相はチャーチルだった。この写真はヤルタ会談の時のものだぜ。スターリンも写ってるし、ほんとすごい写真だわ。政治家としてのチャーチルは今さら語る必要はないほど知られているだろう。そんなチャーチルだが大の猫好きで、指定皇帝問わず常に猫と暮らしていたそうだ。
まあ猫好きの間ではそこそこ知られていることではあるけどな。こんな強面の人が猫好きとかギャップがすごい。チャーチルは猫に限らず動物全般が好きだったらしく、犬や金魚、狐や白鳥まで飼っていた。この写真でチャーチルの隣にいるのはルーファスという名の愛犬だ。また、戦争中にロンドンが空襲にあったら、動物園の動物は市民の安全のために銃殺せねばならない可能性もあると知ったチャーチルはショックを受けたらしい。いや、普通の動物好きのおじさんじゃない。何しろチャーチルは訪問先に動物がいると、喜んで触れ合ってたみたいだからな。この写真、後ろの水兵さんたちまでほっこりして笑顔になってるじゃないの。これは、戦艦プリンス・オブ・ウェールズの船乗り猫のブラッキーだ。罪に荒らしたり伝染病を媒介するネズミ駆除のために、猫が船に乗り込むのは割と一般的だった。もちろん猫たちには船員たちの心を和ませる力もあったぜ。そして船員でもないコワモテおじさんまで手玉に取る猫様なのであった。次の写真はこれだぜ。何これ？これはリシャット構造体と呼ばれるものだぜ。アフリカ大陸の北西部、モーリタニアの中央部にある地形だ。リシャット構造とも言う。直径はおよそ 50km で、大きさは東京都の3倍ほどになる。でっか。想像以上にでっか。宇宙から撮影しないと全貌がわからないくらいだからな。どうしてこんな地形ができたの？もしかして隕石が落ちた後とか？そう考えられていた時期もあるが、クレーター特有の鉱石は見つからず、直径に比べて深さが浅いことなどから、隕石説は否定されている。有力な仮説は、今から約5億年前のカンブリア紀にまず円形ドーム状に大地が隆起し、その後の風化や侵食によって柔らかい岩石のみが削られてこの地形が形成された、というものだ。長い時間をかけて自然にできた地形なのね。それにしてもこんな構造になるなんて不思議で面白いわ。リシャット構造体はこの形状と場所から、アフリカの目あるいはサハラの目と呼ばれることもあるぜ。次の写真はこれだぜ。1900年に撮影されたものだ。随分古い写真なのね。これは、何か飾りとかお面をつけた人たちが並んでるわね。何の写真なの？これはホピ族という、アメリカ先住民族の儀式だ。写真だからわかりにくいが、ダンスを踊っているらしい。どういう意味のある儀式なの？ホピ族は、カチナという超自然的な精霊のような存在を信仰している。伝承では、干ばつに苦しむホピの人々を、人間に近い姿で現れたカチナが助けてくれた。しかし人々はやがて堕落してしまったため、カチナは去ってしまった。堕落すると神様とかが怒ったり去ったりするっていう話は、他の神話や伝承にも見られるわね。カチナは去る前に儀式の方法などを人々に伝え、正しく儀式が行われたならば、また来ると約束した。それから何百年もの間、ホピの人々は毎年決まった時期に儀式を行って祈り、カチナの助けを借りながら暮らしているという。じゃあホピの人たちは毎年儀式の度に、堕落すればいずれ生きていけなくなる、と自分たちを律しているということかしら。そうかもな。特にホピの人々が暮らすのは、雨も少ない乾燥した土地だ。それこそ、作物が実るのは奇跡のようなことらしい。ホピの人々にとっての自然の恵みは常にカチナに感謝して祈らなければもたらされない貴重なものなんだろうな。雨が多く緑も豊かな日本の自然の恵みとは意味合いが違う部分もありそうね。ただ、死んだ人の魂がご先祖様のところへ行くと考えるのは、ホピ族と日本人は似ているそうだ。亡くなった人を埋葬することはまさに大地に帰ることであり、しばらくしたら魂は空に昇って雲になる。その雲はカチナであり、空から人間を見守り雨をもたらしてくれる存在となるという。じゃあ、カチナに祈るってことは、ご先祖様に対して祈ることに似てるわけね。さらに時が経つと、やがてカチナはまた人間として生まれてくるそうだ。こうして命は循環していると考えるからお別れという概念がないのか、ホピの言葉にはさようならにあたる言葉がないらしい。
お別れの言葉がないってことも、ホピの人たちの世界観を表しているのかもしれないわね。次はこの写真だぜ。人形と女性の写真ね。古いけど普通の写真じゃないの？この女性の名前は中村久子。人形は彼女が作ったものだ。1897年生まれの久子は2歳の頃の凍傷が原因で、両手両足を切断することになってしまった。両手がないのに人形を作ったってこと？その通りだ。久子は7歳の時に父を亡くしたが、母と祖母からの愛情を受けて成長し、筆記や裁縫、編み物などはできるようになったそうだ。しかし母の再婚相手から虐待を受け、久子は自立するために身売りされる形で見せ物小屋での芸人として働くようになった。両手のない体での裁縫や編み物を見せる芸を披露していたそうだ。このチャンネルで以前紹介したジョゼフ・メリックも、見せ物小屋の興行に出ることで収入を得られるようになったわよね。今は身体障害者を見せ物にすることは倫理に反するように感じられるが、当時の久子にとっては自活するための数少ない方法の一つだった。久子は後に結婚して子供にも恵まれたが夫に先立たれてしまい、自分で収入を得て子供を育てていたそうだ。いずれにしても根性座ってないとできないことよね。1937年、久子は訪日中のヘレン・ケラーと会い、自分が作った人形を送った。この写真はその時の人形なんだ。ヘレン・ケラーも小さい頃の病気が原因で視力と聴力を失った人よね。きっと通じ合うことがあったでしょうね。久子は恩恵にすがって生きれば甘えから抜け出せない。一人で生きていかなければと決意し、生涯を通じて国からの保障を受けずに生活していた。しかし、おそらく久子は一人ではなかったはずだ。母や祖母など身近に支えてくれる人がいて、手足を失った久子が自分で人生を進んでいけるよう導いてくれたんだと思うぜ。そういえばヘレン・ケラーには、家庭教師のアン・サリバンがいてくれたわよね。そうだな。ヘレン・ケラーの両親は目も見えず耳も聞こえないヘレンへの教育は無理と半ば諦めていて、そのせいかヘレンはマナーも知らない非常にわがままな子供だったらしい。しかし、さすがにこのままではいけないと思った両親が専門家に相談して、ヘレンの家庭教師として雇ったのがアン・サリバンだった。サリバン先生がヘレンにマナーや指文字を教えたわけだけど、きっと双方にとって苦闘の連続だったでしょうね。ちなみに、アン・サリバンはヘレン・ケラー訪日の前年に亡くなっているが、ヘレンはその後も精力的に世界中を飛び回った。サリバン先生に頼ってばかりでいたとしたら、それも難しかったでしょうね。ヘレンが自立した人間になったことを、サリバン先生も喜んだんじゃないかしら。次の写真はこれだぜ。これは、泥の中で何か洗ってるのかしら？これはシエラレオネのダイヤモンド鉱山で撮影された写真だ。そして、採掘作業に当たっているのは10代の少年たちだぜ。じゃあ彼らは学校とかはどうしてるの？それは不明だが、労働に従事している分、勉強できる時間は限られている可能性は高い。経済的な問題があって、子供でも働かなくちゃいけない状況も起こりうるんだろうけど。そうだな。しかし子供は大人に比べて体が小さく力も弱い。精神的、身体的負担が大きくなると子供の成長に悪影響を及ぼす可能性があるし、学習の機会が奪われるケースもある。日本だと10代の頃は学校へ行って勉強するのが当たり前で、高校生とかになったら勉強の合間にバイトするとかが普通って感じだけど、世界的にはそういうわけではないのね。国際的には、就業が認められる最低年齢は義務教育就業後及び15歳以上と、国際労働機関 ILO の第138号条約で定められている。しかし実情は、15歳未満でも働いている子供は多く、児童労働は現在進行形の課題と言えるだろうな。だが、中の人が児童労働の写真を何枚か見ていて驚いたのは、あまり悲壮感がない子供たちがいたことだ。どこか生き生きとしていて笑顔を見せている子供も多い。もしかしたら、
全部のケースを一方的な価値観で、子供なのに勉強できず働かされていてかわいそうって決めつけることはできないのかもしれないわね。高い教育を受ければ必ず幸せになれるというわけではないし、学歴社会には弊害もある。しかし、読み書きや計算は日常生活に必要だし、基本的でも法律の知識があれば自分の身を守ることができる。政治や経済を左右する選挙においてはそれぞれの知識があった方がいいし、医療や健康、環境問題を考えるには自然科学の知識が必要になってくる。それに子供たちへの教育は、その社会の未来を左右することにもなる。そう考えると、やっぱり教育って社会の基盤になるのね。それに世界には、危険な仕事や性的な仕事に従事させられている子供もいるし、そのために人身売買される子供たちがいるのも現実だ。そういった労働が正当化されることはないだろうし、子供たちはやはり保護されるべきだろう。児童労働って、いろんなケースがあって複雑なのね。児童労働の写真を見ていると、経済、社会、教育、そして一人一人それぞれの人生についていろいろ考えさせられるぜ。次の写真はこれだぜ。すごく細かくて綺麗な模様ね。よく見ると凹凸があるし、刺繍のタペストリーとか？いや、これは砂絵だ。砂で描いたマンダラだぜ。この写真のマンダラは、フランスにあるチベット仏教の寺院で描かれた。なんで砂でマンダラを描くの？チベット仏教には、瞑想を行いながら砂マンダラを描くという修行があるんだ。完成したマンダラは決められた手順に従って壊し、使用した砂を川に流す。作成から川に流すことまでが修行だぜ。いや、家に帰るまでが遠足ですみたいなこと言われても。っていうか、じゃあこの写真の砂絵はもうないってこと？そうだぜ。この写真の通り壊したからな。こんなに細かい砂絵を描いたのに壊しちゃうなんて、もったいない気がするんだけど。そうだな。しかし世界各地にある砂絵の文化は、砂絵が壊されることを前提にしている場合が結構あるんだ。そうなんだ。不思議ねえ。アメリカ先住民のナバホ族は、病気の治癒のための儀式で砂絵を描くが、描いた砂絵を壊すことで儀式が完了する。インドで女性が描くコーラムという砂絵は、壊されることで幸運が訪れると言われているぜ。なんか、あれこれと物を手元に置きたがってしまう自分がちょっと恥ずかしくなってくるわ。砂マンダラにはチベット仏教上の宗教的な意味合いがあるが、たとえ僧侶でなくても、繊細で美しい砂絵を描き、それを壊して水に流すことからいろいろ感じられることがあるんじゃないかな。最後の写真を紹介する前に霊夢に質問だ。絶世の美女というとどんな人を思い浮かべる？歴史において絶世の美女といえばクレオパトラとか楊貴妃かしら。あとはやっぱり女優さんは美人が多いわよね。この前見た映画に出てたグレイス・ケリーは今見ても美人だなーって思ったわ。そうだな。今の日本でもよく言われるクールビューティーという言葉は、もともとグレイス・ケリーを称して言われるようになったものだぜ。グレイス・ケリーは人気絶頂の頃にモナコ公と結婚して、プリンセスになったっていうのもドラマチックで憧れちゃうわ。プリンセスといえば、19世紀のガージャール朝ペルシアに絶世の美女と歌われた王女がいたんだ。ペルシアのお姫様なんて、それだけでエキゾチックで素敵に思えちゃうのに、絶世の美女なんて漫画か小説みたい。王女の名前はザハラ・ハヌム・タージ・サルタネ。ここではタージ・サルタネ王女と呼ばせてもらうことにするぜ。彼女は生涯で145人もの男性に求婚され、求婚を断られた男性の中には悲しみのあまり命を絶つ者もいたそうだ。100人以上の男性に求婚されるなんて、すでにおとぎ話を地で言ってるじゃないの。タージ・サルタネ王女の写真って残ってないの？残ってるぜ。これだ。なんというか、ふくよかで目鼻立ちがはっきりしてて。まあ、2021年の日本の価値観では美人とは言い難いな。そうね、失礼を覚悟で言うと、美人とは思えないわ。
しかし19世紀のペルシアの価値観ではタージ・サルタネ王女は絶世の美女で、女性にとっても美の象徴として憧れの的だったそうだぜ。美人の基準って一体？そうだな。くしくも彼女は、美人の基準は地域や時代によって変わることを今の私たちに教えてくれている。容姿の良し悪しが一時的な価値観でしかないなら、自分の見た目について深く思い悩む必要はないのかもと思っちゃった。まあ、自分の見た目を全く気にしないで生きるっていうのも、なかなか難しいのが現実だけどな。見た目が何割だとか言われる世の中だしね。ちなみにタージ・サルタネ王女は高い教育を受けていて、ペルシアの近代化、民主化を支持していた。貧困問題にも取り組み、一般市民への教育の必要性を訴え、女性の権利と尊厳の保護のために活動していたぜ。ペルシア王女であり絶世の美女であり、社会活動家でもあったなんて、それこそ映画になりそうな人生ね。うまく言えないけど、なぜか前向きになれる不思議なパワーをもらっちゃった気がするわ。というわけで今回は貴重な写真を紹介してきたぜ。なんだか自分自身とか世の中を見つめ直そうと思えたわ。そうだな。見つめ直した上でどんな風に生きていくのかは人それぞれでいいと思うぜ。あ、今は砂絵キットがネットでお安く買えるのね。経験ないけど挑戦してみようかしら。いいんじゃないか、新しい発見があるかもしれないぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。